もう右足が爆発するんですよ。いや、それは同士じゃなくてですね。いないサイドアウトばっかりしました。さすがにシングル用のあるけどトップヘビーに使ったら全然なんか当たり方違ってやばい、たまに使わない。すいません。3部のレベルが分かんない。3部で出るんですか？2部で出るんですか？今大学生やってたぐらいからですよ。箱抜けの現象がちょっとレベルが分かんないですけど、あっちとできるようになると多分ロングサーブよりもやっぱ相手がある程度下がってる時はショートサーブの方が有利だと思います。ダブルスのサーブの方がいいかな。全然こっちでもいいんですけど、あの前も多少織り交ぜたりだろうな。それでショート大変なことですよ。なるほどなるほど。ハードなシーンやってましたね。いやいや、1部で7、1部で無理っすね。1部で遊ばれて終わりますけど。あれエントリーしたんですか？いや、僕はまだしないですから。あれいつでしたっけ、シングルって？2月10日ですかね。もうすぐじゃん。出てください。あとが2部で、まあ、あ、出てしまう。3部で中高まで違ってないんで。あの、陽光見たけど、高校まで経験者3部が OK です。OK です。お前さんが、それが団体に合わせて5部か4部みたいな。ヘアピンあんなしない方がいいです。ヘアピンちょっときついなと思ったら、仕切り直していいと思います、準備。取れても、やっぱり後ろに行くときは取るのが結構大事ですね。結構、あれできついのも全部ヘアピンでやろうとしたのも点数はちょっと大きかったです。あとそれで浮かせて、プッシュできます。なんで、シングルだったら、きついときは後ろに上げちゃっていいと思います。とりあえず持たせてると思い方にします。逆に、僕たち最後で元気がつけたときどうするの？ねえ、表示見てて、あのスマッシュ来られたくないなと思ったの。でもあれ、実は まともに大事を入れないと早くね。全部、ヘアピンで、とりあえず浮かさないように。真ん中に打てるのが打たれるかもしれないですけど、多分ヘアピン勝負の時はヘアピンある程度ちょっと低くまで前で、低めのログとかで後ろに下げれば、このやつは打たれないかなと思って。打たれても取れるでしょ、あんだけ、もう1個であんだけ取れてるんで。
に混ざってやってます謝る練習できます今度あったりすぐ裏狙われてるんで来た後にこっちと結構空いてたんで6名あるから知らないから全部はやらない大丈夫駅に高校生みたいな目高いそれとはまた別格にニャンニャンの人たちが普通にしてるやっぱ気持ち悪いです多分開けた瞬間閉めて帰るいやいや大丈夫ですでもあの人たちもいますよ KOD もうち当たってもあーごめんなさいでもだから KOD 上下が結構あるんででも開けて一番目に入ったところに前人たちいたら多分ちゃんと閉めて帰ると思う間違えました全然大丈夫ですってこちらの方に確か所属です、はい、すみません笠原君とかもたまにいますあの子ですねあの子にも負けたんです元気ですね元気けどではあれなんですよねあんまり自分の目玉を打てないところであれ耐え続けてれば自分から頑張って自滅してくるからレベルに行ってない行けますってまだ遊ばれて終わるあそこ10点前後ぐらいで2回とも倒したんでまだ開かないまだ全然開かないので今日16点でほぼ開かないですねライブ2本前の間からのスマッシュは入ってくれるぐらいの力と
ってるぐらいの力があってくれるかなと。